内で行こう。負け内無視。あれ、テテさんからなんか電話かかってきてる。何これ、え、どういうこと、テテから電話かかってきてるの。あー、パニックパオン、 2×5 は12。テテさん何しんかけてきた俺に。はい、ダイヤモンドパワーザソッケイ。なんか電話かかってきてる。夏希先にする。あ、夏希コラボ終わった、オッケー、夏希に電話してあるわ。俺警察にはめちゃくちゃ詳しいから。テテさん電話かかってきてんねんけど、なんやねんやろ。あ、配信してんの。はい、パワーザソッケイ。まあ夏希かけるわ。どうした、俺めっちゃ詳しいから大丈夫やで。あ、パワーザソッケイ出るかな。当てては大丈夫。はい、2個パワー出す、ゴシゴシ。オッケー、いいよ。じゃあ、夏希行くわ。はい、パワー出す、オッケー、いいよ、豚。あれ、出えへんね、夏希。電話に電話。端末1個しかない。ほんならあかんやん。電話出られへんのかい。はい、パワー出す、オッケー。俺がさ、それ詳しいからさ、警察から電話かかってくんのとかさ。イヤホンいるな。ちょっと待ってな。そしたら。はい、パオン10個あざす。ちょっと待って、イヤホンするわ。あざす、オッケー、いいよ。うまい。うん、10倍、オッケー、いいよ、匿名さん。オッケー、1の人もオッケー。あ、コラボ、ちょっと待ってな。出すわ。ちょっと待って、イヤホンせなあかんから、ちょっと待ってな。うん、上がるわ。ちょっと待ってよ。え、コラボって何？ホストコラボでいけんの？俺、バカ詳しいから。うん。ちょ、あかんな、これ。ガガガガ言う。あらす、オッケー。なんとか出た。え、ちょっと待って、イヤホンどっか行った。持ってきたのに。あ、いけるよ、ホストが。ちょ、待ってな。持ってきたのにないねん。あ、もう、ちょ、これ。え、エンジン切るか。メリーゴーランド3つパオン。ちょ、待って。ちょ、パニック。あ、ダイヤモンドのやつありがとう。オッケー、俺助けたるわ。よし。よし。よし。オッケー。ガガガガガ、うるさいな。え、エンジン切るか。エンジン切るわ。あ、オッケー。よし。夏希。あ、ありがとうございます。あ、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 あ。夏希。どこにおるん、夏希って。なんて検索したら出てくる。うわ、パオン、あざす、オッケー。え、なんて検索したら、おら。夏希で出てけえへんで。あ、ちょっと電話は出られへん。夏希。ひらがな？全然おらへんねんけど。あ、おった。これか。これでいいの。よいしょ。お、いけた、いけた。あ、ええよ。あれした。あ、パオン、あざす、オッケー、特命さん。いいよ。はい、それさ、警察から電話かかってきてんやろ。はい、で、はい、なんて言われた？具体的には。090からかかってきて、うん、で、取れない状況だったか、取ってなくて、うん、留守電が入っていて、うん、その留守電聞いたら、うん、安全課のものですって、ピョンザワさんのフルネームを言ってて、うん、ちょっとつきまとい行為はやめてくださいと、接近命令かけれないこともないので的なことを言われて、うん、でなんかちょっと怪しいなと思ったんで、うん、自分から何は警察署の人に先電話 かけたんですよ、うん、はい。じゃあなんて、じゃあ今のところちょっとよくわかんないんで、うん、その話とかも引き継ぎしてないか、その担当の人がいないのかわかんないけど、あ、明日折り返し連絡しますって言われました。あ、何警察から。はい。あ、でもそれなんかその携帯の番号の末尾って覚えやすい番号やった、ちなみに。いや、全然覚えにくいです。覚えにくい番号。あ、うん、あ、携帯、何は警察からかかって、これなんでみんな落とせ落とせ言うんかな。何は警察からかかってきてたとしたら、
おそらくそんな携帯番号でかけてることないと思う。そうですか、うん、でもさっきあのミズニャンさんがね、うん、あの携帯番号でかける場合もあるよって教えてくれて、あ、ほら俺今から何は警察行くわ。 OK、 わかったわかった、行ってくるわ。え、行くわ。聞いてみるわ。あの生活安全課の人に取り次いでもらって、うん、あの携帯番号で そういった電話かけることってありますかって聞いたるわ。うん、行ってきたるわ俺が。今から行くわ。ええ。いや俺仕事早いから、うん、もう行くのが早いから、うん、行く行く。何は警察やな。はい、担当の人いないですよ。でも今関係ない、関係ない。警察としての見解を述べてもらうから俺が行って。はい、オッケーオッケー。じゃあまあもう急ぐわ。ほなね、なっちゃん。はい、ありがとうございます。合点承知の助、うん、困った時はお互い様だぜ。はい、ほなね。行けばええね、うん、行けばええね、うん、もう行く。何は警察行く。俺が今からよいしょやろ。かっこいいやろ俺、うん、俺行く系配信者やから。あ、ちょっとほんまに行く、マジで行く、うん、よいしょ。サイバーカーよりサイバーカーって言われてるから俺。いや、競馬見せんで行って、警察としての見解を聞かせてもらったらええねん言うたら、生活安全課の方から、携帯の番号で電話することはあるんですかっていう質問ぐらいは答えてくれるから、うん、でそれをないって言い切ってもらったらそれが嘘ってことで、うん、ええんじゃない多分、うん、お、そう、ほんで名乗ってもない、名乗ってもないって、うん、いやいやいや、そんな個人情報やから教えてくれへん。なっちゃんの番号だろうが、あの番号だろうが、じゃなくて、うん、聞き方よ、聞き方、うん、もっと頭使わんと。はい、パフォーマンス OK、 いいよ。うん、名前も名乗りもせずに、あのどこどこ警察のものやだけで、あの電話残すことありますかって、うん、聞けばいい。はい、パワー出す、 OK。 あ、いい、もらってもそれに対して答えてもらえるあれないから、うん、任しとけ、うん、動くぜ、うん、動くぜ、救うぜ、うん、不安やろな、うん、不安だろ。警察を名乗る人から電話かかってきたら不安でしょ。わかるよ気持ち。いや、もうちょっとだからね、聞いたらええやん。名前も名乗らへん警察官から電話かかってくることあってみたいな。しかも留守電にな、その中途半端に要件を入れること、うん、あんのかって、うん、じゃあな、あのな、普通って、じゃあ聞けよお前ら、うん、聞いてね、うん、俺は何回も警察から電話かかってきてることあるから分かんねえ、あ、聞いてね。あ、パン、あざす、オッケー、いいよ。ちょっとこの555はな、バーが当たってんねん、あの車体の一番下に、うん、だってあれやろ、夏希の話やとそこにもう注意が入っててんやろ。意味わかる、言ってること。注意が入っててんやろ。普通さ、あのな、あの逃げられたりさ、無視されたりさ、おかしなことならへんために警察から留守電に残すときって、あの何々の件で話聞かせてほしいとか分かる、はぐらかして留守電入ってくんね。意味分かる。そんなあの詰めた注意みたいなのを留守電に残すことないと思うね、俺が思うに。意味分かる言うたら、うん、それ聞いて怖なった人が飛び降りて死んだりとかさ、あんねん、うん、そんな名前もないとかありえへんけどな、うんうん、で何々警察署の何々ですって言うて、ほんで、うん、そうって考えたらちょっとおかしいから、何は警察行くわ今から俺が。レディゴー、はい、パンを渡す、オッケー、行きます、行って聞いてきます。うん、ちょっとだから10分15分ほど、あの時間取られるかも、イベント最終日やけど、もうしゃあないよな、俺らはイベントより取れ高やから。行くぞ、うん、あ、だいぶ俺が行ったるから、なっちゃん、うん、俺すぐ行くから、うん、すぐ行くから、ちょっと待ってな、駐車場のお金払ってくるわ。ああ
ちょ、ごめん、変な声出てもうた。はい、5個、パオンあざす。はい、徳目さん、パオンオッケー、いいよ。ああ、ゴーゴー系の人あざす。ああ、パオンあざす。すいません。ここの駐車場代、多分、12万いってるっす。って言うと怒られるな。分かった。よし。ちょ、用意するわ、ドライビングボード。ちょっと待ってな。今月赤字やから、今月ってか今週か。じゃあちょっと、警察行くんで、聞いて、直接聞きに行くんで、俺、何も警察まで。これでほんまに行く人やからな、俺。行く人やからな。よいしょ。よし。ちょっと、銭払ってくるわ。はい、パンを渡す、オッケー、いいよ。銭払ってきます。よし。勢いよく行ったけど何番かわからんかった。雨降ってきたし、新500円入らへん。あ、パンを渡そう。うわ、めっちゃ雷鳴ってる。うわい。めっちゃ雷鳴ってる。やば。え、だいたい、うまいこと聞くから大丈夫、大丈夫。はい、お帰り、パンオッケー、特命さん。まあ、あの人、ありがとうございます。で、ちょっと、ドライビングモードにするんで、ドライビングモードにするんで、特命さん、感覚で当てていきます。よっしゃ、行くぞ。レディゴ。はい。はい、パワーだ、そっけいいよ、とくめさん。いいよ。めっちゃ雨降ってる。はい、豚パワー、オッケーいいよ、とくめさん。匿名イベント盛り上げ第3弾。おい、イベント最終日何やってんだよ。すいません。いや、雷めっちゃ鳴ってたで。やばいで。ビビるぐらい鳴ってた。しかも、バリ大粒の雨。はい、パワーだ、そっけいいよ。うまい。急行です。なにわの警察に急行です。こっちからやったらどうやって行こう。はい、パオン、カエル。いいよ、カエルさん。うん、カエルさん。多分、系の人かな。多分。はい、パオン、あがそっけ。無言で投げるのは、まあの人かな。うん。お、行こうぜ。聞きに行こう。聞いたら教えてくれるわ。匿名イベント盛り上げ第3ダイヤモンドふわっちくんをプレゼントしました。たぬき140号さん男前山田運転手。あ、何も答えてくれへんパターンもありそうやけどな。たぬき51号さん道妻わらわら。はい、パワーを渡す、オッケーいいよ。うまい。多分まあの人やろ。多分シャー、オッケー。まじゃ18まで解除されへん。まじゃばんまだまた解除されてない。25か。はい、パワーだす、オッケー、いいよ。はい、向かいます。でもそれ、警察官のふりして電話かけてたら、それ犯罪やからな。あと、ちなみに言うと。みんな覚えててや。うん。警察官のふりして電話かけてたんだとしたら、それは犯罪やからな。うん。ちなみに言っとくと。うん。
公務員じゃない人が公務員歌って、特命イベント盛り上げ第3ダイヤモンドふわちくんをプレゼントしました。だから、50-50 ぐらいの気するけどな、かけた方もさ、番号を残してかけてるから、警察官の可能性もありそうな気はするけどな。はい、パフォーマンス OK! 5倍、そのなんか、つきまとい行為がどうのこうのってさ、その緊急性あるパターンで慌ててかけてるパターンもゼロではなさそうやけど、なちゃんから番号教えてもらってない。そしたら答えてくれへんやん。それいらんよ、番号別に。なりすましやったら犯罪。留守番にメッセージ入れる。うん。でもな、その、担当の刑事が名前名乗らへんってことがあんのかな、思って。あ、パオンアザスオッケー、特命さん、いいよ。いや、090もあり得ると思う。今と昔じゃちゃうからさ、それは警察官も支給されて与えられてる携帯は持ってるやろうから、別にスマホからかけるっていうこともありそうやけどな。はい、パフォーマンス OK、 いいよ。はい、パフォーマンス OK。 ムーの人やろ多分これ。パフォーマンス OK。 なにわ警察向かってます、今緊急事態宣言。うん、俺が世界の中心永遠。よし、行くぞ。まあなんか状況から言うてちょっと変なとこ多いからな。もう確認しに行けばいいね。あ、いいよいいよ、なっちゃん。俺行ったるから、警察まで。任しとけ。それが、その人がほんまに何は警察って言ってたら俺行ったるわ。はい、10個パンワーだ、そっけうまい。特命、いいよ。多分2位の人かな、これ。多分やけど。2位の人とムーの人かな、これ。とか、まあの人とかもおんねやろうな。はい、パワーを渡す。はい、5個パワー、オッケー、うまい。うまい、うまい、なんとかラッシュ。多分そうや、多分全部そう。パン、オッケー、よ。はい、パン、オッケー、よ、うまい。確認しに行くぜ。はい、5倍、パン、オッケー、うまい。しゃあ、ガソリン入れれそうだぜ。根回しされてもええやん、別に。関係ないやん。別に俺、ちゃんと納税してる一般人として、聞きたいことを叩き手最初に聞きに行くだけやん。しかも配信も切っていくねんから。それ何が問題あんの？はい、パワーを渡す、オッケー。はい、2×5 は 11.3、パワーオッケー、いいよ。行かれたら困ることでもあんのか？うん？はい、パワーオッケー、いいよ、うまい。俺らは法の下でしか動かれへんから。はい、パオン3つ出す。はい、ゾウのパオン OK よ。いけるぜ。総合3位いけそうだぜ。 OK、 提案で。どうやって行こうかな。ちょっと待ってな。これ超えた方が早いか。おっしゃ、 2×5 は 11.3。 いいよ、みんな強いよ。総合3位見えてきたよ。任しとけ、救ってやるぜ。なんか知らんけど、ノリだぜ、大事なのは。あ、延長？ちょ待ってな、信号待ちでしか操作できひんから、はい、パワーオッケー、特命さん、うまい。おりゃ、提案で、しゃ。根回し発動、あ、出た、警察に電話すんねや、アホやから。はい、パワーを渡す、オッケー、うまい。いいよ。はい、匿名さん、パワーオッケー、いいよ、うまい。うん、もう安全運転やから。おぉ、いいよ。おぉ、止まらんねえ、アイテム。うわ。うわ。はい、2個パワーを渡す、オッケー。はい、匿名さん、パワーオッケー、うまい。いいよ。はい、チッチも5個パワーオッケー、おりゃ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 。はい、荒らせ、オッケー、いいよ、うまい。これまっすぐ行ってどっか左やな。オッケー、特命さん、いいよ、強い、さっきから。はい、ゾウもパワーオッケー。よっしゃ、2個バーザーズ、オッケー。うわ、止まらんな、アイテム。どうなってんの。
どうなってんの？確認取られへん。あ、確認が取られへん。この辺左曲がるか、この辺左曲がって、何は警察やろ。ちょっと待てよ、迷うなよ、道に迷うなよ。うわー、なんとかラッシュ出た、オッケー。うわー、総合3位見えてきたんちゃう？ほら見えてきたんじゃないの？後でゆっくり確認させてもらいます、すいません。オッケー、トムさんも5倍、オッケー、よし、トムさんナイス。ほんで延長をします。うーわ、雷えぐい。オッケー、はい、アダスパン、オッケー、延長タイム、ほらそりゃ、オッケー。うわ、止まらねえ。オッケー、頑張ります、アダス。オッケー、5倍アダス、オッケー、いいよ。新しい人やろこれどうせ。うん、で多分マーの人とかな、あーおるよね多分。ちょ、タバコどっか行った、ちょっと熱いエアコン入れた。いやだってなっちゃん熊本やのに無理や。うわ、雷えぐ。はい、リュウタ君ありがとう。ゾウの人もいいよ。オッケー、 5×10 は57、オッケー、シャーシャー、おりゃええよ、57。はい、匿名さんパオンいいよ、うまい。うーわ、サッカー倍率えぐいんちゃうんこれ。ちょ、めっちゃ雨降ってるやん。はい、豚2個、パオンオッケーよ。はい、2×10 は27、オッケー。うーわ、雷やば、雷やば。でこれ右ね、やばい、曇ってきた、車の中曇ってきた。うわ、どっかあれやな、駐車場止めなあかんな、なんかの刑事、いい、なんかの刑事、花の刑事。はい、2個パワー出す、オッケー、しゃあ。俺の熱気で曇ってきたぜ。ちょっと待って、やばいな、これ。ちょっと待って、あれにせなあかんわ。こうか。あれ、できへん。こうか。これでちょっとマシになるか。はい、アダスアイテム。いいよ。リュールアイテム。止まらねえ。うお。はい、豚2個パワーアダス、オッケー、いいよ。やばい、余計曇ってる。なんで？見えへん。前見えへん。窓ちょっと開ける。うーわ、雷やば。ちょっと待って、前開けてもやばい。なんでや、外気なってるからか。これでマシか。ちょ、あかんわ、全然前見えへん。もう何は警察つく、もうつく。はい、2個アザス、オッケー。ちょ、前見えへんくなってきた。割と控えめに言っても俺が見えへん。どうしよう、怖いって。湿度高いからか。どこで4パカ炊いてんねん、おい、マジで勘弁してくれ。ちょ、エアコンつけてる。あ、これエアコンなってないわ、ありがとう。エアコンなってなかった。はい、5個パワーザソッケー。あー、ありがとう。エアコンのボタン押す忘れてた。あー、見えるなってきたわ、やった。足玉なって危ねえ。あー、エアコンでいけたわ。おー、耐えた、ありがとう。エアコンのボタン押す忘れてた。危ないな、慌てたあかんな。うん、ちょ、タバコどっか行った。あー、リュウタさん5個、いいよ、リュウタさん、オッケー、うまい、うまい、さっきから。おー、見えた。ちょ待って、タバコどっか行ったと思ったら、ダウンのポケット入れてんのか。こんな刑事でチームできてるらしい。オッケー、わかった、頑張る。うん、頑張る。向かうぜ。分かってる、分かってる。だから向かってるやん、現場に。うん、はい、匿名さんパオーオッケー、いいよ、うまい。ダイヤモンドラッシュ。
まあ、留守電もそんな内容で入れへんような気するけどな。なんかおかしい。おお、白白、どんどん白、どんどんしたらええね。いや、その電話自体に警告入れることある？繋がってないのに。そんなかましするか？なあ、そうやんな。思ったわ。え、やっぱおかしい、いろいろ。どうせあれやろ？今多分、なにわ警察に電話して、山田っていうやつ来るとか言うて、うん、それが私のストーカーで、とか言って、多分電話かけまくってんねん、アホやから。うん。そうそうそう。あ、アホやん。で、山田っていうやつ逮捕してくださいとか、アホなこと言うねん。アホやからさ、これで山田逮捕してください、山田逮捕してくださいはい、パワーがそっけ、山田っていう人今から来ると思うんですけどこれなりすましやったよ、大ごとやで多分。っていうか、その番号を開示請求かけたら、すぐ分かりそうなもんやけどな。あ、ちなみに、ちょっと金かかるけど。夏希んとこにかかってきた電話番号な、開示請求かけたらええね。で、それかさ、その番号にかけ直さへんかった、電話。こう思って、かけ直さへんかった。ところでどこい、氷炭島。うん、そうかもね、鬼伝したらええじゃん。なあ、調べたらすぐやんな。かけ直したけど電源オフ絶対ないやろ、そんなこと。うん、そんなわけないやん。うわ、すごい雨。そんなんありえへんよ。はい、ありがとう、ひさちゃん。パオン、ゴソゴソ、オッケー、いいよ。だって、行かれたら困るん。行かれたら困るんか、相沢さん。あ、すぐやむ。えぐい雨やで。えぐいわ、雨。え、もう、なにわ警察着いたとこ。でも雨上がるまで俺車降りひんけどな、歩かなあかんか、ちょっと駐車場から。うん、俺も思った。しかもいつ折り返しあるかわからんのにやで、電源切ってるわけないやん。どっか駐車場あるかな。あ、うん、聞きに行く。もう着いたから何もペース。よいしょ。あー、ここ駐車場あかんな。ベンチも出られへん。ちょ待ってな。駐車場、大丈夫そうなとこ選ぶ。うーわ、すごい雨。前見えへん。あー、前見えへん。いや、そやな、虚偽やったらあれやな、警察官を名乗った人が犯罪性あるよな。え、なんか駐車場止められへん、止められへん。ここかな、夜間最大400円。ここか、ここでええわ、ここ止めるか。よいしょ。ここやと雨に濡れへんよね。ここにしようか。雨に濡れない区画にしようか。じゃあ、お、広くてええわ、回りやすい。オッケー、たっちゃんありがとう。いいよ。
OK。とりあえず、なにわ警察着きました。ただちょ、もうちょっと雨止むまで待ってくれ。傘乗ってないと、あ、乗ってるわ。傘乗っててもあれやな。濡れるぐらい降ってるから。で、ちょっと一回アイテム、あ、パオン、アサスニコ、ゴシゴシ。アイテム欄確認します。ごめんなさい。あー、マーの人とか、シーの人とか、あー、ターの人とか、シーの人とか、うん。有料アイテム全部確認しました。うん。はい。ありがとうございます。ごちそうさまです。はよ行かんでええやん、別に。今、わざわざさ、アホがさ、配信来てさ、電話してくれてるのに、突っ込んでいた話ややこしになる。時間差で行くんやて。時間差で。今来たので、簡潔に、何まとめると、魔球地、虚偽の通報で警察を呼ぶ系する。で、テテさん、家うるさすぎて、近所から警察呼ばれる。で、夏木が今度、何は警察で担当の名も名乗らずに、電話がかかってきてて、それは留守電で、なんか何付きまとい行為だとなんだの、やめろとか、ブーブー、注意喚起の、その何録音が残されていたことに不信感と恐怖を覚え、全部警察、警察3パック、でそれをちょっと今から、僕が何は警察に行ってそういったことってあるんですかって聞きに行こうっていうそういうことです。以上です。録音じゃないの、電話かかってきたっていうこと。あ、ワイパーやめるわ。ごめん。I love police。あ、いいよ、リークしてても。あ、留守電に入っててんやろ、ほら。留守電やろ。ほんで、あ、ごめん、留守電ね。ごめん。はい、トムさん、2個パン、OK、トムさん。で、あれやん、聞きに行ったらええだけやろ、別に俺が。そういうことあるんすかつって。担当刑事の名前も名乗らずに、留守番電話に電話が、しかも普通の携帯の番号から着信があってみたいな。でそれで僕のお友達がすごく怯えてて、今にも死にたいって言ってるけどって、はい、パオン、あざす、ゴシゴシ、まあ、そこまでもらんでいいか、それにすごい怯えきっててみたいな、で割と身に覚えもないことで注意受けててみたいな、すごい怖がっておりますみたいな、はい、2個、パオン、あざす、オッケー。はい、わーの人、あざす。そんなことって何は警察署であるんですかって、聞いたらいいじゃん。あ、血にたいは盛りすぎか。ああ。じゃあ、恐怖に怯えてるとかでいい、そしたら。こっちもやっぱ、お役所仕事の人相手に嘘はつけんから、やっぱり。やろう。スペースで流してんの？それを。そうそう、本当に警察官じゃない場合、これって犯罪になりますよねって。でもあれやろ、夏木の話から、口ぶりからしたら、何は警察とは言うてんやろ。まあいや、確認するのはタダやからさ、言うたら。別に、相沢がどんだけ何は警察に電話しまくってても、どんだけ電話しまくってても、別に、俺は聞きたいことあるから聞きに来ただけです、つって。それでいいんちゃう？そう、ほんで担当の刑事の名前も名乗ってなくて、みたいな。番号をググったけど何も出てこなかった。みんな番号知ってるん？花屋の刑事と一緒って相沢が言ってる。花屋の刑事と一緒？何は警察署に電話したって。で、何は警察署にはその番号を言うたん？ちなみにどっこい氷炭島。番号は言うたん？この番号からかかってきてるみたいな文言って言うたん？あ、言うてん。あ、言うてんねんな。
で折り返したら電源オフ。いやでもおかしいよな。当直対応で明日かけ直すって言われた。香川君的にはどういう見解なんやろな。まあ行くけどな、まあ、行くは行くけど、うん、行っても同じ対応なんのかな。俺が行っても山田が向かってるって聞いてすぐ配信切った、行かれたら困ることがあるってことちゃうけど、留守番電話の相手は女性。名前は名乗ってない、うん、でもな警察から、まあ、着信あって、その誰を訪ねたらいいか分からへんパターンあるからさ、あの名前名乗らへんってことなんかあんの？そう、そんな生活安全かって言ったって何十人も人おんねんって言うたら、名前は名乗るよな言うたら。だってあの公務を行ってる一環で電話してるわけやろ言うたら、それってほんまやったとしたらな、で自分の立場も明かさへんわけないよな。そう、義務ありそうやけどな思ってんけど、例えば役所から電話かかってきたって、あの何々かの何々ですがとか絶対言うやん。うん、そうやんな。お、いや義務はないにしても絶対名前名乗ると思うねんけど、言うたら公務員なんだから、うん、名乗るよな。名乗ってへんのが怖いよな。誰かなりすましで電話したってことなんかな、もうもしかしたら。まあそれは絶対はないと思うけど、絶対とかはないと思う。だから聞きに行こうって話やけど、え、それやったらさ、思ってんけどさ、あえて何は警察行かんかったらええんちゃう？ちゃう警察で答えてもらったらええんちゃう？思ってんけど。で、相沢が今行っている行為を無駄にしたったらええんちゃう？思ってんけど、どう思う？で、ここやとさ、もういらんポンプ入れられてたらさ、俺の時間引っ張られるからさ、ちゃうとこ行ったらええんちゃう？だって、警察としての見解をただ聞きたいだけやねんから、俺は。別に、何は警察署の見解聞きたいわけじゃないねんから。ブワーク、時間の無駄、ブワーク。今頃あれやろな、今から何は警察に私の付きまといしてる山田っていうやつ来ると思うんですけど、もっと生活安全課の人に伝えてもらいます。ちゃうか。え、絶対そうやん、絶対そうやん。その人前々から私に付きまとい行為してて、もし警察来たら捕まえてもらえます。行かねえよ、何は警察行かねえよ。え、別に怖ないよ。だって別に悪いことしてないもん、別に。うん。悪いことしてないもん。別に聞きたいこと聞きに行く。これ別にさ、納税してる一般市民として、まあ、あの、当たり前のことというか、うん、別にあかんことしてない。で、そのために別に向こうの公務を煩わしたりはせえへんから言うて、聞きたいことサクッと聞いて帰ってくるだけやから。うん。なつき、もうちょい待っててな。うん。あいざやちゃんがさ、あの裏でさ、あの警察にイランポンプかましてるから、うん、でしかも俺誰にもつきまとってないからな、言うたら、うん、始まった。山田は今から何は警察署で捕まりますとか言うてる、言うてる、うん、今から捕まりますよ言うてる、言うてる、ちゃう、始まった、うん、
山田もついでに捕まえてもらいます。おう、他の警察に聞きに行きます。はい、聞きに行きます。はい、えビビって行かへんじゃない、イーラン時間取られるんじゃないか、ちゃうとこ行くわ。別に俺警察としての見解をただ聞きたいだけやから、ちゃうとこ行きます。え、ミラーってちゃうやろ、こうやってるんちゃうやろ、別にイヤホンで聞いてんねやろ、俺の閲覧に協力してくれてんねやろ、ありがたい。はい、パオン、あざす、オッケー。芋を引いてるってどういうこと、しゃあ、俺時間奪われるん嫌やから、イベラスやし。はい、さあ違うとこ行こう。え、声出てる、勝手にミラーしないでください、迷惑です。僕は、相沢さんに放送のミラーを許可していません。もし音声流れてるんであれば、やめてください、迷惑です、迷惑です、お願いします、嫌がらせ行為やめてください、あと放送付きまとい行為やめてください、ミラザワさん、迷惑です。僕は僕の音声放送等を相沢さんに許可していません、やめてください、お願いします、ミラザワさん、迷惑です。え、警察行く、違うとこ行く、違う所轄のとこ行く、うん、ミラザワさんやめてください、お願いします。ピキザワさんやめてください、今から山田っていう人が来ると思うんですけど失笑してる今から山田っていうやつが来ると思うんですけど、その人私に付きまとい行為してるんですよ。はい、5個パオンアザス、ゴシゴシ、オッケー、オッケー、はい、また、はい、パオン、ゴシゴシ、オッケー、いいよ、アザス、いいよ。言ってるじゃあ多分、さあ違う警察行こう、あ駐車場、あなんか飲み物だけ買いに行くか、ちょっと ドリンクだけ買ってきていい、一瞬、うん、ドリンクだけ買ってきていい、いや出てっていう人を騒音かなんかでご近所さんから通報されて家に警察来たらしい、ほんで牧内は自分で警察呼んだけ、500円2枚持ったり、ああはい、無料アイテムありがとうございます。まあな、ちょっと一回聞きに行くわ、あーそうそう、さっきまた鳴ってた、ちょっと飲み物だけ買ってきて一瞬、ちょっと待ってくれ、通天閣が綺麗だぜ、よいしょよいしょ、携帯も割と1234やったら聞いた、携帯はどうやったかな、携帯でかかってきたことあったかな、あおかえり、うん、うん、よいしょ、うん、あ警察、やっぱり警察なの、香川くん曰く、一回香川くんにも聞いてみようかな、見解としては、あ、ちょっと一回香川くん電話してみろ、一回ちょっとすり合わせしようか、一回香川くん電話してみろわ、もう駐車場止めたとこやからもったいない、あれまたテテさんから電話かかってきてる、テテさん一旦ちょっと待ってな、香川くん一回聞いてみるわ、香川くんとしての見解は、あ、あかんわ、通話中なってる、誰かと喋ってる、香川くん誰かと喋ってる、あ、テテさん、あ、今相沢、一回聞いてみるわ、後で、うん
でもまあ俺もさ、なんか警察から電話かかってきて名前名乗ってなかったことないけどな。で携帯番号からかかってきたことも一回もないからな。うん、あ、ミラはせんとこは一応、うん、あいつあの声も乗るから、うん、まあ絶対ないよな。まあ、このように絶対がないって言い出したらあれやけどさ、名前名乗らへんはちょっとないけどな。まあでも警察署行ったらわかるから、うん、警察署行ったら多分教えてくれるから、そないなこと。いや大阪はな、うん、ちょっと分かってる分かってる、1234やろ、分かってるって。俺何回も1234がかかってきてるから。まるまる警察までしか言わへん人もおる。でも留守電入れてて折り返しで繋がらへんことなんてある？だって緊急性があるからわけのわからへん番号であの留守電まで残してんねんって言うたら多分ちゃうんかな。多分なんか変やけどな、話聞いてたら。民事に変わった、え、おかしない？なんで被害届出されへんぐらいのことで警察から要は、うん、そう、ま、末尾な、そう、他府県はそうやけど大阪は1234やね。まあまあ置いといて、ああ、え、別に車両番号これレンタカーやからあれやけど、別にうろついてないし、ちゃんと駐車場止めてるし、しかも住宅街じゃない方を選んで、阪神高速の下か言うたら、うん、なんも別に問題ないで。なんで切れるん？なんで切れる必要がある？おかしいよな。今切れるというムーブもおかしいけどな。思ってんけど、ちょっと警察は話してるかも知らんけど、うん、いやなんか全部おかしなってきたぞ。え、だってほんまに警察から一報入ってたとしたら、あの多分被害者側を訴え出てる多分ゴキブリさんに警察から連絡入れたとか動いてるって多分言うと思うね。ちょっとはな。それ全部警察からの話が事実ベースやったとしたら、会津沢としては切れるんじゃなくて、ほら見てみろってドヤ顔せなあかんのに、なんで切れるん？なあ、ドヤ顔で見てれるはずやねん、言うたら。もう動き出したって。なんで今切れる必要がある？騒がれてようが何しようが、う、切れる必要ないやん。ああ、わかった。伝えとこは。うん、なりすましっぽくない？言うたら。なんかわからんけど。うん、そうやんな。被害届けも出てない状況で、じゃあ、警察が、そんな、何？強い注意を、電話越しに促すことある。しかも留守電で名前も名乗らんと。その番号開示請求したらええじゃん。番号開示請求したらいいんじゃん。うん。ほんなら持ち主わかるやん。え、もう、あれやで。それかけちゃった人出てきた方がいいでも。うん。じゃ、俺は、あの、ケチやから、そこまでいかんけど、行きリスト多分もう番号受け取ったら開示やるで、多分。ほんでもう持ち主多分誰か分かってまうで、ほんまに警察じゃなかったら。ほんでもう持ち主誰か分かったら、あの、鬼のように吊るしてあげられた挙句、警察にまで垂れ込まれんで。だってそれ犯罪やもん。
で、それを裏で誰かに指示されてやったとかやったら、指示した人も同罪。うん。その端末がさ、飛ばしの携帯や言うんやったら別にさ、でかい顔しておりゃええやろうけど、うん。もう出といて、俺助けたるから逆に。おんねやったら。私、相沢さんからの指示でやっちゃいました、おんねやったら。もう出といて。今やったらまだ引き返せんで。犯罪やで、それ。警察官を歌って、一般人に注意するって。ほんまやったらな。やばいで、これ。もうほんまに警察やったら問題ないけど、うん、誰か第三者がやってんのやったらこれ大ごとやぞ。で、それに関与した相沢さんも規約違反やぞ、それ。もう知ってる口ぶりやねやろ、それ。助けたんでかけちゃった人、ほんまやったら。本物なんそれ、本物なんか。うん、行く、警察行く、警察は行く、聞きに行く、もうちゃう所轄に行く。いや、それは業務用の携帯は持ってるよ、警察官な。持ってるけど、それ、マジで やってたらやばいで、マジでやってたら。んで、もう一個おかしいこと気付いてんけど、もう一点おかしいこと気付いてんけど、それって片側から話聞いて判断してなっちゃんに詰め寄ってるやん。警察がそんなことするか。被害訴え出てる人おったら、その被疑者側にも普通にまず話聞いてからじゃない、言うたら。なんで付きまとい行為だの、なんか接見禁止命令出すだの、もう頭ごなしに片方から聞いた話だけで完璧動いてもうてんのかとな。うん、どんだけ容疑者やってもさ、まず話聞かせてくれからスタートやん、言うたら呼び出して、うん、まあ、仮に電話口やったとしても、あ、うん、いや仮に証拠あってもおかしいと思うねんけど、おまわりさんのムーブが。一回電話してみよう、加賀君に。出るかな、香川くん。かけてか。あ、もしもし、お疲れ様です。え、香川くんは、今のとこ違和感ないっすか、いろんなこと。え、例えば。え、まず、まあ、警察が名乗らへんっていうのも、まあ、もちろんそうなんですけど。うんうんうん。で、時間内やのに固定電話からまずかかってきてないのと。17時だからね、17時定時だからどうなんだろうな、微妙だけど。ああ、まあまあまあ、ほんで、それと、もう一点。なんか肩聞き状態で、高圧的に警察が、留守電で言ってくることなんて、ほぼなくないですか？いや、なんかね、これが、なっちゃんにさっき話を聞いたら、高圧的っていうのは、はい。なんか、そうでもなかったって今言ってたよね。え、でも、なんかその、接見禁止命令とか、そんなことをほのめかすっすか、留守電で。なんかね、とりあえず今の段階で、今、なんかさっきかけたトッツも、はい。なんか、山田が今行ったんでしょ？いや、まだ行ってないです。僕、違う管轄の警察に、警察としての見解を聞きに行こう思ってるんですよ。はい、そんなこと。ああ、なるほど。そう。ほんで、それでなんか車を、車に止めてる放送をミラーしながら、はい。流しながら、そのなんか南署にかけてる録音は受け取ったのね、俺。え、南署？
南署が分かんのか、南署に向かってますとか言って、今駐車場に止めましたみたいなことを言いながら、山田が喋ってる音声が流れてたから、後ろで。あ、僕、何は署に向かったんですわ、一応。何は署って言ってたから。何は署なの。まあ、だからその、今の時間帯に、まあ、警察署にかけたのは間違いないと思うのよ。はいはいはい。で、その中で喋ってた中の話で言うと、はい。一応、このイキリストと夏希ちゃんにはかけたと。で、二人とも留守番電話だったっていう話にはなってた。ただそこに留守番電話に入れたかどうかっていう話に関しては、はい、いや、留守番電話に入れたというか、引き続き明日電話すると、はいはい、いうことになってたような気がしますけど、みたいな話になったのね。はいはいはい。だから、そのまあ、警察には言ってるのは本当に言ってるのかなというところではあったけどね。言ってんのは言ってるけど、警察がかけたっていう事実確認は取れてないと。なんか一応、うん、そう、まだだからそう、誰がかけたとか、はい、そういうふうなものに関しては、言ってなかったね。明日また折り合いで調べるみたいな。はいはいはい。あれなんかまた話が変わってきてるな。はい。で、まあ、相沢浩紀は、はい、去年から、はい、まあ、誰々さんみたいな、その担当の名前みたいなのを出してて、はい。で、今回かけてもらった件に関しても、その担当の人が知ってるみたいな話をしてた。はいはいはい。だから、まあ、今調べてもわからないけど、明日その人に聞いたらわかりますみたいな。はいはいはい。感じだったね。で、もちろん部長山田の本名と年齢も言って。あ、全然です、全然です。全然です、全然です。うん。で、はい、それで、まあなんか、私のこと人気者だから、私を潰しに来ようとしてるっていうことで、写真とかを送ろうとしてたね。ああ、まあまあ、送ればいいと思うんですよ、はい。うん、うん、そう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 。うん。だからちょっとその、まだ、まあ、今の流れでいけば、はい。警察が電話かけてるのは本当なのかなという気はするんだけどね。あ、電話かけてんのは。で、留守電に残してんのも、ほんじゃ警察官で間違いないんすかね。いや、間違いないとは言い切れない。だからそこに関しては警察官も、いや、留守番電話に入れたかどうかわかんないけど、引き続きそのかけるっていう話はしてたってことなんで、だから、まあ、留守番電話になったとは言ってたから、警察官が。なったと。なったとは言ってたから、入れてるんかな。まあ、一回。うん、そこはね。でも、なっちゃんの話やと、うん、その留守番電話に、要は、うん、つきまとい行為、うんうん、とかで、どうのこうの、まあ、注意が入ってたんでしょ、要は。うん。で、接見禁止命令みたいなのもほのめかす。あ、ちなみにね。はい。なんかこう今、相沢さんがこう着信履歴の画像を送ってきたんだけど。はいはい。辻元さんっていう方が担当らしいの。あ、何は警察署の。うん。そうそう、その人も携帯電話でかけてきてますってことで、はいはい。携帯番号とともに送ってきてるわ。ああ、はいはいはい。それは時間帯は17時53分。53分。はい、パン。だから一、まあ一応刑事とか17時までなんだけど、はいはい。まあだから、その、コメントではかける以上かけることもあると思いますみたいな言ってんだけど、まあどうなんだろうね、ここに関してはちょっとわかんないな。まあさすがに警察官なのって嘘つくほど、勇気ある、しかも番号もさらして、なかなかおらんとは思うんですけどね。っていうか、ほら、相沢浩紀が、はい。その、頼める女性と友達いるかってことだよね。あー。そういうことを。わざわざ。はいはいはい。うん、そういう役をの、自分がやるならまだしもね。はいはいはい。警察のふりして受けてよって言えるかどうかって話にもなってくるし、まさこではなかったでしょ、声はさすがに。あ、声は聞いたっすか。いや、聞けてない、それは。なっちゃんのやつまだ聞けてないから。ああ、それどっかで出すんかな、また。うん。まあ、ただどちらにせよ、はい、この話って、まあ別に今はっきり調べなくても、明日、明後日継続してかけるって言ってるんだから。まあ、明日、明後日で勝負つくか。まあ、そうそう、だからどっちしろ警察からなったら、はい。まあ、なっちゃんとイキリストどっちかが警察から連絡あったって言ったら分かる話です。ああ、まあそうですね。うん。ただこれが、まあその言ったら今、相沢浩紀の一方的な話なわけじゃない？まあそうですね。そう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 。で、うん。だからこっからなっちゃんとイケレスとか話をして、それはあなたも悪いねってなるかどうかって話だよね。ああ、はい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 。うん、で、まあ相沢浩紀曰く去年から話してるから、はいはい。私、相手が悪いに決まってます。私は悪くないんだって今言い張ってたけど。はいはい。うん。最後刑事にならなかったら民事でやるって言ってた。ああ、民事で。民事で私がやってやるって言ってたよ。ってことは要は、誰と、リリーさん、イキリスト、夏希を訴えるって言ってんのかな。とりあえずは、イキリストと夏希の二人らしい。なんで僕入ってないですか
いや、それから、まあ、もちろん山田のこととかも言ってるけど、実害が出てるのが、はい。イキリストと夏希の二人だってことみたいね。僕は僕は一応だから、その、なんか、実害はないけども、しつこいということで。僕も入れてほしいって言っといてほしいさ、ゴキブリさんに。あそこに、はい。相沢さんにね。僕も一緒に訴えてて。うん、まあでも一応話してたよ、それは警察が。ほんで警察官に、はい、なんでそんな、なんかそんな得もないことしてくる人がいるんですかと、山田とかは、実害もないのにわざわざやってくるんですかって言ったら、はい、聞いたら、私が人気者だから、私を、叩いてお金をもらってるんですって。それを警察官が公務として、まっとうに話聞いて、受けて、それをせいにしてるんですか？まあ警察官は、お金を稼ぐ、みたいな。で、それ、ふわっちって配信サイトは、お金稼げるとこなんですね、みたいな。まあ、その全部一応聞いてるみたいな。まあ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 、まあ。で、今さっき、相沢さんがかけてきたから言ったの。はい。いや、その、人気者じゃなくて嫌われ者ですよね、って言ったら、ぶち切られた。だって、その人気者叩いたら、本来、ほら、相手も飛ぶはずないじゃないって。ああ、まあまあまあ、そうですね。人気者叩いたら戦われるわけだから、相沢さんが嫌われ者だから叩いてお金もらってるんじゃないって言ったら、私のことバカにしてるのかって言ってめちゃくちゃ怒られたんだけど。ちなみに香川くんはバカにしてるんですか、うん、相沢さんのこと。バカにはしてないよ。だからそのバカにはしてないけど、ちょっとそこに関してはちょっと違うんじゃないかなと思ったっていう。さすが論破を。うん。いやいや、ほんで今一応ね、相沢光輝の通話して嫌いな人ってね。はい。ますます嫌いになったって人どれがいいのって言ったら、はい、20秒間で600台増えたね。えぐいっす。また相変わらずえぐい稼ぎ方してるっすね。いやもう多分ストレスすごい、コメントで早く切ってくれみたいな流れでたから、ストレス溜まってるかなと思って。ああ、はいはいはい。ガス抜きがてらにやったらそれぐらい増えましたね。うわあ、言い回しもうまい、ほんと。いやいや。あ、で、ちなみにちょっとこの話は、それだけど、テテさんはどうするの？テテさんは、なんか着信あったっすけどね、一旦ちょっと、また夜中以降に。ああ、そうなのね。はい。なんか二人が山田は入れない方がいい的な方向に持って行ってたらしくて。まあでも僕は僕で個別に約束してて、で、かつ、うん、本人から直接なんか言われてるわけじゃないから、僕約束律儀なんで、守ろうと思います。うんうん、ああ、はい、そうだよね。はい。今住所も知ってるやもんな。まあ、全部知ってます、はい。ああ、じゃあよかったよかったよかった。はい。うん、それ約束は守らないと。まあそうですね。はい。うん、わかりました。はい。あ、じゃあそんな感じでお願いします。はい、失礼します。はい、失礼します。そういうことらしい言うたら、俺入ってないんや。俺も訴えてほしいできたら、俺も訴えてほしい。あ、何は警察団、警察は所轄所属部署、名前を名乗らないのはない。名前を名乗らない場合は、詐欺の可能性があるのでご注意ください。あれ、それ確認してくれてんな今多分警察に。銀のたぬきさん割と優秀やからほんまに確認してるわ。多分電話してるわ。うん、じゃあ詐欺なのこれ。なんか対応弱からへん。それ今どうなってんのか。まあ最終的には警察聞きに行くわ俺今日中に。うん。いや、まあかけるパターンもあると思うけどな、言うたら。うん。あるとは思うけど、そういうのって緊急性ある時やと思うねんけどな。しかもじゃあ警察の営業時間が仮に5時まで、所轄が5時までやったとしてもやで、過ぎてから携帯で電話するなんかあんの？業務時間内にかけるくない？それやったら。わざわざなんで時間外に電話するの？やっぱなんか矛盾点多いよな。うん。うん。なんでわざわざそれをなんで17時過ぎにかけるん？うん。で、デスクに座ってて、ここにある電話からかけるやろ？ちゃうか？うん、いかん、今から。何も警察はいかん。ちゃう、所轄の警察行く。うん。そうそう、だからよほどの緊急事態とかやったらワンチャンあるかもせえへんけど、言うたら。
ただどっかの銀行で立てこもってます、でもう持ってた携帯でしゃあなし立てこもり犯に電話するとかさ、そんなんは多分全然あると思うねん言うたら。わざわざ何やねんやろうな。いや弁護士はほんで絶対名乗る、絶対名乗る、少なくても事務所は名乗る。事件性ないから個人の携帯ってことないですよ。緊急事態、国民に被害があるかもしれない以外はない。ほらやっぱり。ほんじゃなんで名乗らんと電話してんやろ。まあ明日明後日で多分絶対ほんまのことわかんねえやろうけどな。まあ いち早く俺は違う管轄の警察に見解を伺いには行くけど、おかしい、やっぱおかしいぞ。いやじゃあその注意した事実が欲しいだけやったら業務時間内に普通に電話するくない。そんなさあ 5時過ぎとかに名乗りもせんと電話して注意する。で注意したあの実績が欲しいんやったらそれこそ名乗るやろ。思わん。注意した実績が欲しいんやったら分かる。誰か名乗るやろ白々しく。じゃないとそれがほんまに警察からの電話やったかどうかなんて分からんやん。いややっぱおかしいぞこれ。やっぱおかしいぞ。絶対おかしい、絶対おかしい。いや絶対おかしい、絶対おかしい。いや今なにわ警察に電話してくれた人おると思う。接見禁止命令はもちろんそうやで、裁判所やで、裁判所から取ってくる令状やで。嘘やったら犯罪やと思う。あかん。まあそれはあるかもしれん、名乗らんはあるかもしらんけど、でもおかしいわ、違和感めっちゃある。あーちゃうで、まだ行ってないもんだって。まだ行ってないもん。んで、そう、片側の話聞いただけで、接見禁止命令を匂わしてくんのもなんか変やし。ああ、これ嘘やったらやばいぞ。まあ、どうやねやろうな。まあ、明日か、明後日ぐらいには多分全部わかんねやろうけどな。そろそろイキリストも動き出すんちゃうか。あと実害があるってどういうことやねんやろ。相沢にとっての実害があるって何が実害あんねんやろ。まあ接見禁止命令も視野にとか言うやったら分かるけど、それいちいち言う、そんなこと言う、まあ、そもそも警察官が接見禁止命令なんていう言葉を持ち出してくる。注意段階でそんなことまで言う。あの例えば迷惑がってるんでもう いい加減 やめろぐらいの注意があってもおかしくないんかもしらんけど、接見禁止命令って言う、わかりません。で配信やってるって分かってんやったらさ、番号出回ってしまう可能性があるやん。いちいち携帯であえてかける、それこそ所轄の警察の番号で書けるような気すんねんけど、わかる？拡散されたら困る、その番号ってなってるような番号、拡散
する側って聞かされてるやつらにその番号でかけるか。やっぱ矛盾だらけやぞ。やっぱ矛盾だらけや。警察がそんな無能なわけないもん。うん。よし、整理するか、ちょっと。整理するか。うん。うん、行動はする。行動はすんねんけど。うん。はい、5個パンを渡す、OK。整理するわ。うん、整理する。いや、どうせ所轄じゃないけど、行くから、俺。うん。警察としての見解をちょっと聞きに行くから。うん。それはな。ただ、まあ、どこの警察行くかは内緒にしとく。俺は、ランと遊園地に行ったんだ。その時黒ずくめのゴキブリがいてて追いかけていってゴキブリホイホイゴキジェットをかけたらひっくり返ってわめき散らかしてるんだ。その時、香川くんが現れて俺の後頭部をバットで一発、うん、あ、すいません。ネクストコナンズヒット。あ、すいません。あ、すいません、下手すぎました。すいません。あ、すいません。12時過ぎたら聞きに行く。頭脳は子供、顔はイケメン、その名は部長山田。あ、メリーゴーランド、ありがとうございます。パオン、あざす、オッケー。いや、急いではことをし損じるから言うたら。うん。顔はイケメン。頭脳は子供、顔はイケメン。下半身は加藤隆。いや、じゃん、見解を聞かせてもらえるやん。お、イギリスとも始まったど？始まったど？始まったど？言うたら。あ、直接警察行く。始まったど？さあ行くで、警察行くで。そしたら向かおうか、警察署。とりあえずここの警察署には用ないから違うとこ行こう、せっかくやし。おい、ちょっと駐車料金払ってきましたね。うん。はい、サベイちゃん、パオン。で、もし、可能な人、イベント最終日なんで、無料アイテム残ってたらくださいね。うん、無料アイテム残ってたらくださいね。もう今日で最後なんで、ええ、無料アイテムあったらくださいね。うん。はい、無料アイテムあります。はい、10個パオンあざす。え、ちょっと待ってや。あ、無理アイテムだ、ユーライド。すみません、連絡したの、夏木キリスト。え、知らん。え、俺はなんかちゃうらしい。香川くんの話だと。俺は入ってないらしい。実害あったのがその二人やからっていうことらしい。香川くん曰く。なんで俺入ってないんって言ってんけど、うん。俺はただ引き合いに名前使われてるだけで、うん、俺も入れてほしい。どうせやったら。
うん、なんかでもなんかやっぱ違和感あるけどな。うん、まあ、ちょっとイギリスとの出方聞いてみてよ。うん、夏木が変わったけど、もしか知らない音源アイザーを持ってるって言ってるけど、なんでそんなの警察がアイザーに送るわけないよな。夏木にかかってきた警察かもしれない人の音源、なんでアイザーが持ってるん？なわけないよな。なわけないよな。なわけないよな。それもおかしいぞ。え、音源出した？イギリストが音源出したってことは、それが警察官の、おかしいやん。そんなわけないやん。今思ったわ。だってイギリストが音声出すってことは、それが絶対警察官の声じゃないって分かったからやろ、本人は。あいつもバンになるようなことせえへんやん。警察官の音声なんかここで載せてええわけないねんから。うん、女って言ってたよな。は？いや、花さん、花さん、ああ、やんな、俺も思った。やっぱそうやんな。いや、じゃあ、うん、やっぱそうやんな。でイギリスもそらさ、あの警察から電話かかってきまくってた側やからわかると思うけど、そんな緊急性もないような時にやで、軽番から名前も名乗らんやつがかけてくるとかも変やし、うん。これ終わったな、やったな、うん。うん。で携帯の番号も、基本多分1234統一じゃないんか。ほんでもっと言うと、警察に配られてる電話って。やっぱいろいろ変やわ。また音源出す。やんな、1234やんな。やっぱそうやんな。それ何は区役所の人ちゃうの？いやー、わからん。もうぐちゃぐちゃなってるな。あー、やっぱ偽物って言ってる。偽物。あいつはやったな。やりましたね。やったな。これやってるわ。で、裏で動いてないやん、電話かけてんねんから。やったな。やってるわ。うん、俺も思った。俺指名手配犯や。うん。え、イギリストの警察は何は警察やった？あ、探偵事業者です。明らかにおかしいです。警察ならまず、やんな、そうやんな。俺指名手配です。はい。全国の女子のハートを打ち抜いて奪い去った窃盗罪と器物損壊で、あれっす。いや、アガサ博士に頼んでるから大丈夫。
じゃああとは俺がとどめに警察行ったら終わりやな。うん、そうしよう。12時になったら俺警察行くわ。警察行くわ。うん、結構ちゃんと事実持っていくわ。俺が警察行くわ。で、警察としての見解を聞いてみるわ。今日から俺名古屋行かなあかんのにな。はい、無料アイテムありがとうございます。嘘やったらこれ A 番ちゃうか。うん、いや、ちょっと名古屋は通過点や。うん、と東京行くね。警察が迷惑条例違反って言ったって。はい、あざす、ここパオン、ゴシゴシゴシ、オッケー。あ、やんな、俺やっぱ絶対そうやろ、思ったわ。内容言わんやん、絶対。お、思ったわ、俺も。そんな変なことする？警察は。これは警察という言葉を使ったトリックやな。うん。密室殺人やわ、これ。うん。も一桁が一緒は意味わからんやろ。うん、でも相沢が録音持ってるって言ったんじゃない。警察は公用の携帯を使用する場合は緊急以外では使えません。ほらほら、それ俺今から直接確認取りに行くで。うん、まあどうせ明後日ぐらいになったらわかんねやろうけど。全部いやな、ほんまな、名乗っちゃった人マジで出てきた方がええで。いや知らん、何の録音持ってんのか知らん。俺が最後警察に聞きに行くから、もう天王寺にしようかな。こっち、天王寺の方が近いかな。天王寺警察行くか。そうしよう。あ、番号違う、ほら。警察官がどもるん。二人、担当って一人って言ってやがった。なんで番号違うん。そうなん、いい。なっちゃん大阪ちゃうよ、熊本やろ。ああな、そうやんな、犯罪やんな、それ犯罪やで。あ、犯罪やで。あ、なにわ警察電話する、電話するか。ナンバー何はやろ。なんか答えてくれるんかな、それで。いや、俺に有料アイテムお願いします。どこどこに無料とかじゃなくて。
やっぱおかしいな。はい、5個パンを渡す、オッケー、いいよ。しかもなんかキラキラ出た、オッケー、いいよ、うまい、うまい、特命さん、いいよ、行こう、総合3位まで行こう、みんな、うん、それしかないわ、うん、総合3位で行こう。あ、ハートアレスパン、オッケー、オッケー、いいよ。はい、ブルーアイドル、ありがとうございます。雨ってもう降らへんのかな。あ、雨ってもう降らへんのかな。はい、24個パン、オッケー、うまい、ボーナス乗った、新しい特権。あ、留守番で喋ってる。なんかいろいろおかしいよな。なんかは変やわ、絶対、どっちにしても。そんなわけないもんな、いろいろな。明日は雨。いや、ほんまや、全部ほんまやったらあれかもしらんけど、どっかに嘘あったらだいぶ警察に迷惑かかってると思う。はい、パンを渡す、オッケー、特命さん、うまい、ヤキの人、オッケー、うまい、いいよ。3位見えてきた、うん、見えてきた。おお、なんか俺もちゃう気する。あ、電話した。もうあれやろな、なにわ警察、なにわ警察めっちゃ電話鳴ってるやろうな。ああ、相沢さんのせいで。はい、 M の人ありがとうございます。いえいえ、めっちゃ電話鳴ってるやろうな。おう、バカほど鳴ってるやろうな。もうどれにしてくれ言われるぞ。おうな、ムカつくから留守電にまた入れた。大迷惑やわな。あ、俺なにわ警察にはいかん、違う所轄行く、うん、違う所轄に行く。え、俺でもなんかかかってきてない、誰からも。パープルさんぐらい、うん、まあ、俺はちょっと警察署の見解を聞いてみる、警察としての見解を聞いてみる、こういうことってあるんですかって、うん、普通に聞きに行く。ああ、そうそうそう、そんなことあるんですかみたいな、ああ、それを聞ければいいんちゃうか。いや、今日もざわざわやな。そろそろ移動するか、ここってもしゃあないし。え、ちなみに何は区役所も今日の朝一パンクしてた、マジかよ。うん、あ、ポリザワさんやな今日。よし、ちょっと駐車料金払ってくるわ。あの、俺行く警察変えたんで、うん、で俺は直接行って聞くわ、警察の見解を。で、ちょっと駐車料金払ってきます。
っしゃ、向かうぜ。所轄じゃないとこ行くぜ。うん。所轄じゃないとこ向かうぜ。うん。向かおう。ダッシュで向かおう。うん。うん。向かうぜ。いや、なりすましはやばいやろ。犯罪やぞ、それ。一応な。でもそれがほんまにその人かどうかわからんやん、現段階では。その人を名乗ってるだけの人の確率がだいぶ高いから、イキリストもあるやろ。何放送で使ったんじゃない、もう 100% 警察じゃないと思ったから放送で音声載せてやろ。でそれが警察官の音声やったら使われへんやん。あーお疲れ様、はい、パンを渡す、オッケー、向かうぜ。警察署に向かうぜ。レッツゲリロン。駐車料金高かったぜ。よし。タヌキ293号3イキリスト警察、詳しいやろ。お、雨上がったんちゃうこれ。上がってるわ、ラッキー。盛り上げ第3原石を3個プレゼントしました。あ、降ってるわ、雨。降ってるわ。どうしよう、もう南警察の横止めようか。そしたらその方がいいかも。ヨーロッパ通りやな。あ、ありがとうございます。あ、じゃあヨーロッパ通り側からやって行かれへんのか。一方通行か。あ、今から雨な。だる。あ、そやな、これめくれたら警察に作らなあかんわ。今から雨、傘と雨やタヌキ565号さん、今来た。何やったか教えてほしい。タヌキ457号さん、考えられないことって言われてる。おっと、もうめくれたんちゃう。ほんじゃ辻元は男性しかいないらしい。銀のタヌキ155、もうめくれたんちゃう。これ警察の人が言うてんねやろ。もうめくれたやん。めくれ沢さんやん。またタヌキ86号さん、完全にゴキブリ潰してほしい。え、めくれ沢さんちゃうのこれ。銀のタヌキ159号さん、警察の人が言うてるよ。あれ、どうすんのこれ。あれ、どうすんの。さんは男性でした。わら。タヌキ516号さん、まくれました。いや、やばいことになってる。しっかり今話してる。たぬき723号さん、またなんかやらかしたの。相沢。え、やんな、やっぱそうやんな。誰がかけた、その二人に。誰が電話した。銀のたぬき159号さん、ありえませんって。たぬき516号さん、あれあれれれれれれれ、沢さん、匿名イベント盛り上げ第三原石を3個プレゼントしました。レレレ、どうすんの、どうすんの。タヌキ424号さん、まくれてきたぞ、わらわら。どうしますの。タヌキ97号さん、みんな1回ずつ電話したらどうなるやろ。あれ、3めくれたよ、笑い転げる。やんな、そうやんな、絶対そうやと思う。タヌキ724号さん、そんなことより、ツバニャンって橋本環奈に似てるよね。あれ、あれ、めくれ沢さんはなんて言ってんのこの件。やばない。魔法少女ロージーアリエルサンドライブだ。タヌキ43号さん、使用で携帯から電話はめったに入れないって。やろうな。タヌキ439号さん、まくれた W 行きの X で番号を公開します。タヌキ439号さん、あれ、やばない。これ大事やで。大事やぞ。これは運営さんに怒られんぞ。相沢さん、大丈夫か。うん、運営さんに怒られんで、これめっちゃ。今からタヌキ19号さんイキリスト X に音源載せるって。タヌキ282号さん、警察は嘘ではないと言ってたよ。タヌキ86号さん、ゴキブリ通報やわ。あれ、三めくれ沢爆笑、笑い転げる。たぬき725号さん、めくれ沢バトル中。
タヌキ412号さん、今夜も盛り上がってまいりましたね。タヌキ自分で認めてたやん、言うたら。それが警察やって言うてたやん。タヌキ97号さん、カーニャも噛みついてイベかぶせられて、相沢。匿名イベント盛り上げ隊さん、原石を3個プレゼントしました。タヌキ723号さん、何があったのを知りたい。何があったか、まあざっくりよな。1号さん、相沢がそんな電話知らないって言ったらワンチャン逃げられたかも。ああ、認めてもうたやん。タヌキ82号さん、携帯から電話することはめったにないって汗汗。タヌキ727号さん、これは大ごとシャレにならん。タヌキ573号さん、こうなることくらい予想できんかったんかな。浅はかやな。浅はかだわ。728号さん、個人情報持ち出しになるから署の固定電話でかけると思う。たぬき97号さん、あ、巻内捕まってるかも。もう巻内はええわ、最悪。ご窮地の方が大事や、今。たぬき729号さん、巻内って次警察呼んだら捕まるんやろ。たぬき730号さん、なんでバレへんと思うんやろ、謎すぎ。たぬき731号さん、なりすましは罪ちゃう。たぬき181号さん、今日呼んだよ、巻内。匿名イベント盛り上げ隊さん、こんばんは。魔法師やんな、そうやな、うわ、どうしよう。巻内さん、より前田さん捕まんで、うん、やばいで。38号さん、冷静さを失って今度、相沢さんが呼ばれるで、多分警察に。大丈夫か、しかもちゃんと警察署の名前まで持ち出してるからさ、呼ばれるで。留守電に残すか。タヌキ175号さん、所轄によるが、知り合いの刑事に聞いたらそれぐらいで自分の携帯で電話することない。また17時以後電話するなら事件性以外やることない。タヌキ334号さん、とりあえず俺も警察行こう。タヌキ372号さん、イキリは電話かけてる。あ、ちゃうわ、12時になってから行こう。ミスった。いや、これはやばいな。これやばいな。事件になるかも。うん、もしかしたら。これはやばいわ。ベラボーにやばいわ。実在する警察持ち出してやで。で、何？警察官を名乗る人間が計2名は出てきて、でそれが今嘘やったことがめくれた。うん、ついに容疑者になったか。タヌキ729号さん、相沢何かあった。ターミネーターあるかも。放送落とされてるから残されへん。号さん、昨日のターミネーターパチオジのアーカイブ残されへん。放送落とされてるから。匿名イベント盛り上げ第三原石を3個プレゼントしました。魔法少女ロージーアリエルさんへ。これやったな。タヌキ175号さん、警察語って脅し行為になるから。それ警察ちゃうねやろ。いや、これ結構やばそう。33号さん、警察って個人携帯を仕事中にはザワリン、またバン行くかも。かけることなんてない。タヌキ376号さん、イキリストの X に警察との通話上がったよ。タヌキ734号さん、相沢 A 番マジか。タヌキ735号さん、婦人警官のふりしたってことは。タヌキ656号さん、警察は無線だよね。タヌキ368号さん、夏木の電話の方は電源切ってた。タヌキ238号さん、ゴキブリやってんね、やってんね。タヌキ720号さん、誰にかけさせてやろ、その電話。などの場合は私物の携帯を持って勤務するのは常らしいですが、誰にかけさせてやろ。タヌキ459号さん、女性は名前名乗ってないけど男性は名前名乗るっておかしいことだらけで意味わからん。タヌキ81号さん、また逃げるだろう、私は関わってないで。いや、してないよ別に何も。
タヌキ736号サインキリストと仲直りした。とりあえず警察行くか。行こう。行って聞いてみよう。多分でも同じこと言われんねやろうな、多分。12時過ぎた、警察行こう。決めた。聞いてみよう。で、ついでに通報しといたろう。はい、ブルーアイテムありがとうございます。はい、ブルーアイテムありがとうございます。タヌキ679号さん、警官だったら携帯の電源切る。いやー、切らんやろ。タヌキ37号さん、お願いね。ほぼ .jp さん、原石を3個プレゼントしました。初コメ。タヌキ47号さん、香川さん、急遽イベ参戦、相沢抜くために。無理お願いします。匿名イベント盛り上げ隊さん、原石を3個プレゼントしました。狸737号さん、警察官なりすまし行為は犯罪です。狸226号さん、夏木の方どこもだって。いや、当たり前やん、そんなあり。狸738号さん、なには警察地元。魔法少女ロージーアリエルさん、なりすまし犯罪なんだわら。狸447号さん、香川さんへ無料のバイト行ってくる。どうでしょう。タヌキ442号さん、本人確認もせずに留守電残さんだろ。タヌキ716号さん、相沢が身を守るためだから警察が嘘でも犯罪にならんと香川に言ってた。ちょっと一回ここ止めるわ。サメイさん、山田さんが仲直りしたら私も仲直りするよ。タヌキ455号さん、本人確認せずに大事な要件話すかな。匿名イベント盛り上げ隊さん、原石を3個プレゼントしました。銀のタヌキ159号さん、 X にあげた X。 魔法少女ロージー、でその X は違和感ある。その X は違和感ある。ちなみに違和感あるか。配信者はまずいよね。うん、違和感ある。ちなこれはあれやな、なんか事件になりそう。これ事件になりそう。相手欲しいだけでしょ。相沢アンチ利用しすぎうざいわ。まあな、家に行くとこ、いや、知らん、そんなん聞いたことない、これこれこれさんとこも行くんちゃうか、警察官になりすました人に電話させてたなんてなったら大事やで、これ、大事やで、これやっぱ違和感あるよな。あ、パオン、朝そっけ、サメちゃん。なんででも、それをお願いされて、やった人おんのかな。ちょ、一回来た。あ、キャリーありがとう。ちょ、一回聞くわ。ちょっと待ってな。イヤホンして聞くわ。なんかわかるかもしれんから、一回聞くわ。これ誰なん？
え、でもその人は男の人なん。うん。えらい棒読みやな。んで。もう一回聞くわ。あ、うん、気ぃつける。もう一回聞くわ。いるのはおるん。え、ほんで行ける人で家行くなんか言ってたもんね、一回でも。いや、もう一回聞いてみる。ちょっと待って。
緊急通報したんかな。いや緊急通報したとかやったらありえそう。いやどうやろ、緊急通報かな。今から家に来るって言われてるとか言って緊急で通報したとか、虚偽の。それ以外でこんなかけてき方することなさそうやけどな。うん、ちゃうんかな。そういうことちゃう。うん、そう、虚偽の通、もしこれがほんまの警察官やったら虚偽の通報してやんな。じゃあ俺も思ってんけど、それ以外考えられへんけどな。うん、だって家に行くとかどうのこうのの話してたやん。イギリスで家に行くって言ってないやろ多分。うん、本物やったとしたらな、それとか来たんちゃう、家にも警察ちゃうんかな。ああ、うん、せやな、事前にそうか、香川くんに言ってたんか。ほんじゃやっぱなりすましか。なりすましやな、多分。なりすましか。誰かに頼んだん。やっぱ変やな。まあでも明日、明後日で分かるんちゃう、いろんなこと。うん。この携帯の場合、